ガーネットさんに関する質問を、まあ、いくつかさせていただきたいと思うんですけども、はい、そもそもなぜこの CS エンジニアリングを専攻されようと思ったんでしょうか。学部時代も国内の理系だったんでしょうか。そうですね、学部時代も大学も理系大学電子工学を卒業して、その後メーカーでしばらく電磁気系の研究とかをやってました。CS 系に行こうと思った理由なんですけど、まあ、かっこよく言うとキャリアの選択肢を広げたくて、ちょっと汚い言い方だと海外大学卒 CS 系で結構お金になるんですよね。間違いないです結構そうですね、コースメイトもお金のためっていう人が結構多いですね。やっぱりわざわざ電気系とかやって CS 系やったり、 CS 系いたのに電気系やるってことは、そのあたり意識してる人が多いのかなと思います。待遇が、評価がまあ上がるというあります。そうですね、いろいろイギリスにも数ある大学が あると思うんですが、その中でそのグラスゴー大学を目指されたきっかけを教えてください。他にも受験されたんでしょうか。そうですね、もともと出願考えていたのがブリストル、バーミンガムとグラスゴーですね。でこれらは文系のバックグラウンドでも CSK 取れるよっていうところををもともと考えていて、っていうかそれしか知らなくて、でそれでいろいろ大学のオフライン の, そのセミナーとか1対1でその担当者に話を聞ける場とか、そういうふうなのを回っていたんですけれども、まあ、グラスゴー大学もはじめそれ目当てで聞きに行ったんですけど、実際担当者に相談してみたら文系とかも入れるコンピューターサイエンスよりコンピューターシステムエンジニアリングの方がバックグラウンド的に合ってるんじゃないのって言われて、それで探してみた感じですね。で、結構こういうコースで探すの難しいと思うんですね。具体的にズバリ自分に合ったところって、たとえエージェントとかを通しても。なので、実際にその大学担当者に、自分こういうことしたいんだけど、このコースにマッチしたのはありますかって聞いて、なんかそれで出てきたコースですね。で、やっぱりいくつかの大学にも、ズバリ文系向けの CS がないところでも、同じような質問したんですけど、実際紹介されるのは電子工学科だったり、まあ電気系のバックグラウンドがあれば難しいけど普通のコンピューターサイエンスでも入れるんじゃないのみたいな、そういう回答だったりして、まあでもなんか違うなと思ったんで、そうですね、その3つに絞って結局出願したのはそのバーミンガムとグラスゴーだけですね。両方から合格はいただいたんですけれども、やっぱり理系向けの CS なコースのことと工学に対してグラスゴーは強いイメージがあるので選びました。ちなみになんですけど、準備段階で生活費が段違いに高いのでロンドンの選択肢は外してます。なんでロンドンの大学についてはちょっと調べてもないんでわからない状態です。社会人時代はですね、どういったお仕事をされてたんでしょうか。ちょうど前職はメーカーの研究所で研究員やってました。研究員って大学院生以上がやるイメージもあって、まあ、今も実際そうなんですけれども、もともとはその会社の設計系のエンジニアとして入社して、そこから研究所で新しいプロジェクトの立ち上げがあって研究員になった形ですね。で、これちょっと自分の PS とかに関係ある部分なんですけれども、研究所として働いていて、その中で学会発表とか、自分は共著とかしか出してないんですけど、論文投稿とか、あとは知的財産、特許とか何件か出現したりしていたので、まあ、PS にはその辺を書いて強調したような感じですね。ちょっとアカデミックっぽいバックグラウンドがあったので、入るときには便利だったかもしれないです。グラスゴー大学、イギリスで3番目に古い大学、スコットランドの中でもその街並みが、まあ、本当にザ・ヨーロッパ、まあ、かなり風情のある雰囲気だったように お受けしましたが、実際住んでみていかがでしょうか。そのグラスゴーのメリット、デメリットを教えてください。住んでみて大学の周りもそこそこ栄えていて、あとは駅前も栄えていますね。なので必要なものは揃うし生活には困らないような感じです。ロンドンと比較すると、まあ、空気は綺麗で夏は暑くないかもしれないです。まあ、冬は雪はたまに降るんですけど、積もるほどってわけではなく、まあ、寒さも厳しい寒さっていうのはあまり感じなかったですね。スリとか治安の悪い話はあまり聞きませんでした。デメリットは英語がほとんど聞き取れないです。いわゆるグラスゴーなまりってやつでしか、はい。
グラスゴーの英語ってもう本当全然聞き取れないんですか、ね、聞き取れないですね。何を言ってるのかよくわからない。なんか早すぎて聞き取れないとかじゃなくて、単語自体が聞き取れないので、急にレストランとかで何か言われてもすぐに反応できないっていうか。ちなみにグラスゴー大学の授業ですね。はい、このグラスゴーなまりっていうのは結構見受けられるんですか？あ、ないですね、ほとんど。教授の英語とかは比較的聞き取りやすいですね。なので、授業はあんまり気にならなかったですね。それは、これから行かれる方は安心すると思います。そうです、そこは安心してください。グラスゴー大学の学費と、あのグラスゴーでの生活費は大体どれぐらいかかるんでしょうか？理系の学費は大体24,000ポンドぐらいで、文系だともうちょっと安いかもしれません。自分が調べた CS 系のコースでは、まあ相場程度の値段かなと思います。で、寮の値段は週に155ポンドの寮で、自分はシャワートイレ付きで、キッチンは共通の部屋に住んでます。元はシャワートイレも共用のところを希望してたんですけれども、そこだと週に128ポンドぐらいで済みます。これはちょっと年によって違うかもしれません。で、それプラス、まあ、食費なんですけど、完全に自炊だけだと100ポンドはしないかもしれません。自炊とか、あと冷凍食品とか、まあ、それプラスあのちょっと外食とか挟むと、あの一気に高くなるような感じですね。それはどの町でも同じだと思いますよね。そうですね。はい。グラスゴー大学もですね、私も初めて写真を見たとき、オックスフォードみたいなちょっと雰囲気といいますか、ハリー・ポッターみたいな雰囲気で、うん、ザ・ヨーロッパを感じさせる伝統あるあのキャンパスの模様であります。この実際学ばれてみて、あのキャンパスやクラスの良いところ、あの不満なところがあれば教えてください。キャンパスはやっぱり柱がいっぱいあって、ちょっとおしゃれな雰囲気のいい中に上がってっていうようなやつが、あのグラスゴー大学有名だと思うんですね。まあ、それグラスゴー大学のメインビルディングなんですけど、まあ、まず自分は授業で一回も使ったことないです。まあ、そのメインビルディング以外にもいくつか建物があるんですけど、まあ、大体裏にあるちょっと近代的なあの CS 系とか工学用とか、割と普通なビルで勉強することが多かったですね。で、まあ、メインビルディングとか、そのかなり歴史があって、多分古い建物をだいぶ改築してるので、あのなんか本当に迷路みたいなんですよね。なんで、あの変な扉開けてファイアアラーム鳴らしたり、まあ、あと自分以外でもその何回かファイアアラーム鳴らしてる人を見たりとか、ちょっとあの複雑っていうか、あの効率的でない部分はあると思います。キャンパスについて紹介すると、多くの人は図書館とかランニングハブっていうちょっとうるさくしていい自習室みたいなところでやっていて、広いんですけど、平日のお昼とか結構いっぱいになってます。で、国際色、やっぱり中国人がかなり多いですね。自分のコースだけだと、ついでインド人が結構多いですね。最後に、これからですね、CS エンジニアリングに、まあ、進学したいと思われている方向けに、他にアドバイスがあれば教えてください。自分のコースに限った話なんですけど、友達作りとか意識してやった方がいいかもしれませんね。自分の場合、幸いグループワークが何回かあって、それで結構ランダムに組まれたりとか、そういう風なのがあって、そこで交流の輪を広げられたんですけれども、特にこのコースの場合、電気出身と CS 系出身の2つがいて、で片方の授業はその電気系の人に馴染みがあって、そうでない方は全く馴染みがないみたいな、 CS 系は真逆っていうのがよくあったので、そういう時に分かんない部分をコースメイトに聞くと結構答えてくれたりとか、まあ、逆に自分が陰した子を提案したりとか、あの進め方とかで提案できる部分とかは、そういうアイデアを提供したりとか、そういうふうなことがあったので、ただ意識しないと多分友達ってできないと思うんですね、こういうところって、うん、あとは皆さん多分英語を頑張った方がいいとか、勉強を頑張った方がいいとか、そういうのを挙げられると思うんですけど、まあ、自分はそれよりもあのストレス管理とか健康とかに気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますね。日本にいる時とかって、あの結構精神面で安定というか、見慣れたものとかそういうものが多くて、よくわかんないけど安心しているっていうのがあると思うんですけど、こっち来るとなんかよくわかんないけど不安っていうのがあると思うので、これちょっと意識してできるかわかんないんですけど、自己分析とかって、あの将来の夢とかにフォーカスされがちなんですけど、あの生活面での自己分析っていうか、あの何をしてる時に集中して安心できるかとか、そういうのを日本にいるうちから分かって、それでそのための準備とかが
できればいいのかなとか思いました、ね、ありがとうございます。大変深い、特に最後のお話はなんか相当ハードと言いますか、まあ、ストレスがたまる、まあ、授業も加えて別のことでも、まあ、ストレスがたまる、なんか毎日をなんか送られる時があるという感じがいたしました。ガーネットさん、本日はお忙しい中インタビューを受けていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。You are beyond my wildest dreams.